ドルオタク、悲願の決勝ストレート進出を目指して熱い7分半のライブをお届けします。法政大学キモーターさん、マジかー、秋田さんが終わってるようなので、秋田さんからします。法政大学キモーターさんの4年生のガキメロです。ダンスじゃなくてマインド的な話になってしまうんですけど、今回の出場チームが結構経験、大会の出場回数が結構差が開いてて、あまり大会に出たことがない子と大会にたくさん出ていて、しかもいろんな理由で何回も負けて悔しい思いをしてきたメンバーで、最初の方は練習に対してのモチベーションとか、あと曲に対しての解析度の違いがすごく目立ってて、そこを揃えるのに今回すごく苦労したんですけど、何かコツとかありますか？すごいなんか驚かの質問で、すみません、3人ともに聞きたいです。これはもう長谷川さんからやな、長谷川さんからやな。そのね、チームのマインドをね合わせていくにはどうすればいいか。あれですか、メンバー内でのメンバー同士の温度感を合わせるってことですかね。ですよね、それはありますよね。ただ一つ言うこととしては、なんか目標って皆さんの中にあるじゃないですか。優勝したいとか勝ちたいとか上位に行くとか。ただその前にステージに上がってお客さんが見てくれるので、大前提としてお客さんに見てもらうってところが必ず皆さん持たなきゃいけない意識なんですよね。だからお客さんが見て楽しいと思わせるけど、お客さんに見てもらうことっていうところをまずメンバー内で意識を統一して、その後に他の子たちに提供するとか、初めまして緊張するとかいろいろあると思うんですけど、それはそれぞれの子たちが自分たちのマインドでクリアしてもらうみたいなことなんですけど、ユニットとしてはお客さんを楽しませるっていうところにベクトルをみんなで合わせて、そこに向かって進んでいけば、おのずとちょっとのズレが逆に個性になりますし、ディスったところは抑えるように誰かが指示を出せますし、もっと上げた方がバランスが良くなるときには、もっと大きく笑顔をしようよって誰かが言うようになると思うので、一つ何か柱を作ってあげることで、行動者が武器になると思うので、無理に統一させる必要はないと思います。バラバラであって、それを起こした。でもバラバラすぎると雑に見えるので、一つ何かをまっすぐにするっていうところがポイントかなと、僕はマネージメントとして思います。なるほど、ありがとうございます。マキタさんは、自分のそのユニットの時は、何か言われてたこととかってありますか？そうですね、割と私がいたチームは個性を大事にしすぎてたぐらいしてたので、なんか、なんだろうな、多分お互いを認めることから始めるといいのかなと思ってて、経験値の違いとかも個性だと思って認め合う。でもそれって許すこととはもう違って、全員が同じ目的意識を持っているかどうかっていうのが大前提として、で、全員が同じ目的意識を持っているなら、ポテンシャルだったりとか経験値っていうのはどうしたって揃わないなので、それを認め合って助け合うみたいなことができたら、なんかいい個性の出方になるのかなって思います。はい、孫さん、孫さんね、それこそアイドルの振付指導してますから、新しく入ってきた子とかもいる中、はい、昔からアイドルにダンスを、ね、昔からダンスの振付とかもしていらっしゃいますから、はい、大変だと思いますけども、その辺を踏まえてどうでしょうか、この中の彼女が言っているものは。そうですね、やっぱり長く続いているグループだと、こうやっぱりベテランの子たちと新メンバーの子たちとやっぱりどうしても温度感とか出てきちゃうのはよく見てるんですけど、やっぱりその長く続いている子とか経験豊富な子たちが背中を見せるというか、諦めずに自分たちの態度に示すっていうところと、やっぱどうしても頑張りすぎちゃうと一人余りになっちゃって、なんかその自分のそのやりたい気持ちとか熱意がこう空回りしちゃうところもあると思うので、なるべくこう一人にならずにみんなでやっていった方がお互いに負担にならずにするのかなと思います。あとはこの舞台今緊急事態とか例えば予選とかの時とかあったりすると思うんですけど、今みんな
が出られるイベントがたくさんあるじゃないですか。なんか沖縄新年とかそういうのに出て、なんかステージに立つ楽しさとか、そのステージに立つまでのこうプロセスみたいなのをなんかちっちゃく見ていけると、あ、楽しいんだってなってやりたいって思えるようになってくると思うので、そういうなんかちっちゃい機会をたくさん作るのも一つの手かなと思います。ありがとうございます。大丈夫かしら。4、3、2、1、投票終了です。ありがとうございました。はい、ということで、ありがとうございます。さあ、この後いよいよ結果発表ということになります。皆さんちょっと緊張してると思いますけど、はい、ドキドキだと思いますけど、その結果が待つまでちょっと待っていただきたいなと思います。それでは、本日パフォーマンスしてくれた9チームの代表の皆さん、気持ちを大きな拍手をお願いします。それでは結果後でお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、それでは、この後はですね、シングルに出ました9チーム出場者に登場していただきたいと思います。皆さん拍手でお迎えください。どうぞ。オリンピックのマイク、みんながネタから花田君、スクマー対逆フォーマンス、どんどん生徒となりました生徒のフォーマンス、やっぱ浜口大学トリーナチミラージュ、高専大学キモーターセブン、リンキューラーズリンキューラーズの研究会、青山の VTR ですグループリンシパル、そして最後生徒の役はセンジャーカナちゃん。さあ、9チームにボイスの大きな拍手をお願いします。おい、いや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 、なかなかレベルの高いこの3日目でもございましたよ。やりきったかな、みんな大丈夫かな。すごい、もうあと3チームですかね、関東3チームがあるということでございます。さあ、それではここでシークレットゲスト、デビクレオさんを登場していただきたいと思います。どうぞ。そしてくれた富山はちょっと大変だと思います。ですよ、この辺に前に出ていただいて全然そんな。はい、ということで、ちょっとシークレットゲストの人ってあれなんですよね、演者のパフォーマンス見れないんですよね。もう軟禁されてるんですよ、誰にも見つからないよね。はい、だからそうですよね、はい、見れなかったと思いますけども、どうでしたか。まあ、ベビープレーターはね、いろいろ慣れると思いますけども、これユミトのステージ楽しかったですか。楽しかったです。すごい、みんな初めましての方が多くて、ちょっと大丈夫かなって思ったんだけど、みんな本当に優しい目で見てくれたから嬉しかったです。ありがとうございます。3チームが決勝に駒を進めることとなります。それでは皆さん緊張してると思いますけども、まず第1位で進むチームから発表していきます。よろしいでしょうか。どうと思いますか。少し余裕のあったような感じでもう失敗したんですが、言っても次がこの関東最後の枠です。3日間行われましたこの予選、最後の最後、9チーム目最後の枠となります。それでは発表したいと思います。ユニドル2023サマー関東予選1日目最終日、最後の枠第3位を勝ち取ったのは、審査員順位3位、会場観客票順位2位、オンライン観客票順位3位、総合得点360点。法政大学、キモーターセブン。さあ、今はキモーターでした。それでは最後の視聴者の視聴権を出していきたいと思います。キモーターの最後のね、ところの私の
よかったなとコメントしますけど、本当素敵なかっこいい終わり方でした。そして結果発表でも、はい、よかったよかった、はい、それではでしょうか。大丈夫です、ありがとうございます。はい、さあそれでは最後の枠が取った希望が今のお気持ち一言をいただきたいと思いますけども、大丈夫かしら。はい、何かと、さあそれでは、はい、いい思い、大丈夫、大丈夫、真ん中で、まずはこのような場を用意してくださり本当にありがとうございました。そして会場やオンラインや練習などいろんなところでそっと助けてくれた皆さんには本当に感謝しています。私たちは2020年の冬に冬予選を突破し、その後2021年の夏予選を突破して以来、大体2年ぶりに決勝戦に進出することができて、まず本当にとっても嬉しいです。最終日、1位は筑波大学フォームズ、2位が成城大学成城彼女、3位が法政大学久保田セブンとなりました。これで、全ての関東予選9チーム出揃いました。なんとね、大学が全部違うということになりまして、はい、楽しみにしております。これで、負けたチームもですね、まだ敗者復活戦ございますので、ぜひとも僕はずっと初日から言っております、敗者復活からの優勝を私はそろそろ見たい。なのでぜひ僕からまた練習していただきまして、敗者復活戦に挑んでいただきたいと思います。ということで関東予選2日間にわたって行きましたけども、これでお別れでございます。もう初日から3日間もう全てのチームでぜひとも拍手をいただいてお別れにしたいと思います。皆さんありがとうございました。それでは優勝チーム3チームをお越しということで、改めまして見事枠を勝ち取った3チームに大きな拍手をお願いいたします。
参していただきました、長谷川さん、ありがとうございました。さあ、これで全チームが出揃ったということで、1日目はさよならモラトリアのショコラルミエール、恋のモノポリーガン、まして2日目は夏文化のフォーティシックス、SPH ホルデー、そして、チェンリー、そして本日がつくばらめんのボーツと成城大学、成城大学の先生と同じ、ボーツ成功というこの旧チームの関係を成果していきました。さあ、決勝、これはめちゃくちゃ楽しみでございます、皆さん。ぜひ、どういう戦いなのか、一緒に目撃したいと思いますので、全体に挙げておいていただきたいと思います。それではまた決勝で終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。よろしくお願いします。関東予選3日目、キモータセブンの皆様は第3位にて決勝戦進出となりました。おめでとうございます。キモータさんからのお礼メッセージになります。セットリストになります。ステージは20時頃、ペンライトカラーはオレンジでした。決勝戦出演予定の皆様です。決勝戦出演予定の皆様です。